もうね、遭難しそう。言ってたね、過去一らしいです。おっきい、うお、重っ。でかすぎんこれ、さすがに。すごいな。北海道感じたいならあれ食った方がいいです、絶対。いつもより濃くね、僕のキャンプの一日を全てお見せしようかなと思います。選択肢が増えるのかなと個人的には思います。これ完璧だね、もう。一気にいい匂いしてきた。うまい。災害級ですね、JR とかも全部止まってます。毎回見てます。あ、本当ですか。ありがとうございます。もうここに来たら全て完結するという感じで、一瞬でファンになりますじゃない。はい、ということで改めましてこんにちは、カツトです。今日はですね、大荒れ、マジでやばいらしいです。暴風雪注意報がね、北海道内全部に出てるんですよね。風も強くて、風速がベースで10メートルとか。そしてですね、今日なんと北海道の海の玄関とも呼ばれてる苫小牧市様からですね、お仕事をいただきまして、ここね、北海道最大級って言われてる苫小牧アルテンでワーケーションキャンプ企画をやろうと思います。なので、いつもよりね、内容濃く、僕のキャンプの一日、普段なかなかさ、キャンプ料理の材料を買うところって映せてないじゃないですか。そういうところもね、市の協力をいただいてるんで、バシバシ撮ってみんなに共有していけたらなと思います。雪も若干止んできたんで、そろそろ設営をしようかなと思います。風速もね、今そこまで高くはないと思います。4ぐらいかな。そして今回ね、なんとプレゼント企画も用意してます。動画内でちょくちょく詳細出していくんで、最後までご視聴お願いします。今日使うのはね、いつも通りシークワーサイドのレッドクリフです。風強いんで、まあ、12%ティピーもいいんですけど、まあ、よりちっちゃい方が風の影響を受けないんで、こっちにします。今日使うペグが40センチのペグですね。やっぱりこういう積雪があるキャンプだったりとか、そういった時は20センチ以上のペグは欲しいかなっていうところですね。はい、ということで設営完了しました。やっぱかっこいいね、レッドクリフ。雪化粧とね、レッドクリフってめちゃめちゃ合うんですよね。ポールに関しては、これ 12% ティピーのアルミポールですね。これを今回は使ってます、補助として。これ絶対折れないです。はい、ではとりあえずね、設営自体は済んだんで、キャンプの食材を買いに市場に行こうかなと思います。やっぱり苫小牧と言ったらホッキですよね。ホッキ、その中でもホッキカレーが有名なんで、今日はね、ホッキカレーを食べようかなと思います。お店がいっぱいありますね。ホットドッグもある。やっぱでも海鮮が多いですね。あ、出た、ホッキカレー。いやー、ここ食べたかったんだけどね。今日はキャンプ場で作るんで、また今度にします。ここめちゃめちゃうまそうですね。おお、すげえ、めちゃめちゃうまそうなの握ってますね。メニューもやっぱり海鮮、ホッキが目立ちますね。ホッキ握り、ホッキバッテラって何ですかね、苫小牧名物。お、なんだこれ、ゴージャス丼。あ、やっぱりホッキ入ってるんですね。あ、生と選べるんだ。生か炙りか、これ食べたいね。30年間ね、この海鮮の町北海道で生まれ育ってますけど、なかなかね、こんなに感動する海鮮丼ってないんですよね。もうどれから食べようかね、悩む。うん、パーフェクトに美味しいですね。いや、うまいわ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。また来ます。ありがとうございます。北海道感じたいならあれ食った方がいいです、絶対。次はここでね、新鮮な海鮮を買えるらしいんで、ちょっと見てこようかなと思います。
きい。うお、重っ。すごい、こんな持ったことない。うお、すごいすごいすごい。なんか一斉に全部動き出したぞ。わ面白い。うわ、動いてる。こうやって移動するのか。玉ねぎもある。あ、本当にここ来たら全て揃うって感じですね。野菜もあるし、お土産コーナーもあるし、海鮮なんてもう山ほどあるし。はい、ということでね、食材全部買ってきました。もうここに来たら全て完結するという感じで、もうこれから苫小牧でキャンプをするときは絶対ここ寄ります。ではキャンプ場戻ります。はい、ではセンターハウスに到着しました。今回はね、ワーケーション企画ということで、ワーケーションの意味とかこちらに載せておきます。お仕事も休暇の間にできますよっていうことですね。ちょうど今からね、ズーム会議があるんで、アルテンさんの2階で Wi-Fi ついてるようなんで、お仕事してこようかなと思います。いつ見ても綺麗ですよね、本当にアルテンは。はい、そしてここが今回ワーケーションをする研修室1っていうところですね。こんな感じでめちゃめちゃ広いんですよ。一人にはまあもったいないですね。会議室すげえ。こんなのキャンプしながらできんだ。あ、ここからテント見えますね。やっぱかっけえな、レッドクリフズハイラックス。そしてここを開けると、こんな感じで一つの大きい空間を二つに仕切ることも可能ですね。いや、本当僕 YouTuber ですけど、自分の時間、自分のタイミングで仕事をしたいっていうタイプなんですよね。そういう人って結構今増えてきてると思ってて、在宅ワークとかやっぱり増えてるじゃないですか。遊ぶ時間も大切にしつつ、空き時間でも仕事ができるという選択肢が増えるのかなと個人的には思います。ということでズーム会議していきます。はい、ということで一仕事も終えて設営も完成しました。だいぶ風出てきましたね。今も結構やや強めの風が吹いてます。ただ温度的にはマイナス3度、それほど寒くはないんで、今日もね、基本的には外でキャンプを楽しもうかなと思います。ちなみに前回折った斧は全く同じのを買いました。やっぱこれがいいんですよ。水野製作所っていうところの斧です。見た目もかっこいいし軽いんですよね。 450g だっけな、そのぐらい。バックパックでも持っていけます。しばれ焼きでしたっけ。しばれ焼きしばれる寒さでってやつ。これはね、僕もテレビとかでしか見たことないんですけど、しばれ焼きっていうね、苫小牧の人はもうほとんどやったことがあるらしいです。ジンギスカンとか、あとはホタテとか焼いたりとか楽しむようです。ここの周りはね、もう見ての通り超暖かい。ドラム缶でやるのがこのしばれ焼きですね。はい、これさっきのね、プラット港市場で買ってきた食材です。そしてアルテンさんが用意してくれたジンギスカンで、これからね、ワーケーションの協力していただいてる4名の方とね、今から食べようと思います。こんにちは、ワーケーションの企業のスタッフの桂です。キャンプは25年ぶりです。お願いします。ワーケーション事業に一緒に参加してます。早川です。山田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。食べましょう。一段上からもう豪快にいっちゃいましょう。これポロポロ落ちるのもなんかアウトドアっぽくていいっすね。さっきの猫の餌になるらしいです。猫の餌になるんだ。なるほどね。これいいですね、ワーケーションやって夜このごちそうですよ。確かに仕事頑張れる。そうなんですよ、一仕事を終えてのやってますよね。苫小牧のお酒、樽前さん、これ苫小牧アルテンの売店に売ってるんですよね。結構自動販売機もあってお酒とか数多く種類あるんですけど、醤油とかそういったものを万が一忘れても置いてるんで安心です。やっぱこの料理には絶対日本酒だよね。なみなみ入れます。では苫小牧に乾杯。乾杯。いただきます。うまい。めちゃめちゃ食べました。びっくりした。びっくりした。スモーキー美味しい。なんかなんで炭で焼くとこんな美味しいんですか。いや、うまいっすよね。全国回っててこんなとこありますか。
いやないっすね、もう人生で初めてレベルじゃないですか。だってこんなパタパタ落としてどっから降りてくる、写真が変わったのかな。楽しかった。他のクリエイターの方とかも、まあ、別々に行動してるんですけど、一緒にここ苫小牧のご当地品ジンギスカンをドラム缶で食べて、いろんなね観光とか、まあ、キャンプとかのブログをやっていらっしゃる方だったりとか、まあ、説明欄に載せてるんですけど、いろいろな業種媒体のお話を聞けるって素晴らしいことですよね。今の時間が7時になるところなんですけど、-4.2°、4度いきましたね。マイナスだんだん寒くなってきたんで、焚き火でもしようかなと思います。ではこの白老のハンバーグ、これねさっき視聴者の方からいただいた差し入れです。いただきます。うわ、もうなんか一瞬で消えた、一瞬で。この若干氷かけの日本酒、でもこれ何杯でもいけそうになっちゃうのは怖いところなんですよね。だんだん風が強くなってきた。明日もね、まあ、予報上ではかなり風が強いので、このままテント張りっぱなしにする予定ではいるんですけど、どうなるかな。やばそうだったら一旦撤収しないとね。待ってくれ今日。それでは今日はこんな感じで寝ます。いや今日楽しかったマジで。おやすみ。おはようございます。あ、天気いいね。多分これ予報変わってますね。札幌は大荒れらしいですけど、苫小牧は問題なさそうです。風も吹いてない。ということで2日目楽しんでいきます。-2.7°、あったかいね。春を感じる。あ、そうだ、今回の参加メンバーの一人の方がねホッキカレーを作ってくれてるんで、朝ごはん食べていきます。めっちゃいるな、平日の朝なのに。冷た、釣り竿をゲットした。いや釣りたいね。これはピクンピクンってなるらしい。なってんのかな。暑いな。10時間ぐらいかかりそう。ちょっと僕はね今のところ釣れてないんですけど、こういうのが釣れるらしいですね。こんな釣れるんだ。頑張ります。あと5分らしいです。やっぱりアウトドアの醍醐味ってさ、こういうね自分で魚を釣ったりとかキノコを見つけたりとかして、それを持って帰ってさキャンプしながら食べるとかさ、ワカサギとかもね揚げて食べたら絶対美味しいんで、まさにこれこそ北海道のアウトドアで楽しむ一つの方法ですよね。いない。
いないね。懐かしい、小学生以来ですね、スケートは。あ、これはフィギュアスケートですか。これはホッケーで、こっちがフィギュアスケートですね。ホッケー、はい、ちょ無理かもしれないですおー、立てた。懐かしい感覚だ、これは。この学生時代からアルテンさん使わせてもらったんですけど、こんなにアクティビティがあるなんて初めて知りました。もう200ぐらいしても全部全力で楽しみたいですね、やっぱり。多分外気マイナス2度とかマイナス3度なんですけど、体温まってきました。全然もう暖かいっすね。てか暑いです、もう。くるくる回って止まるしかできない。え、これどうやって止まるんですか。ああ、マジで止まるか、私たちはもう二の字でこういきますけど。うお、止まり方がダサすぎる。疲れた。久しぶりに運動した気がする。すごい上手に滑ってましたね。あ、大丈夫。足腰が。宇宙ステーションミールは1986年から2001年まで約20年間ですね、実際に宇宙の周り、地球の周りですね、を運用していた宇宙ステーションになっています。あ、こんな風になってるの初めて見ました。ボタンがいっぱいあって、ちょ、何が何だか分かんないですけど。あ、これいわゆる宇宙食ってやつですか。あ、そうですね。僕キャンパーなんですけど、はい、登山家とかもこういうの甲板とか、 そっち系とまたちょっと作りが違うんですかね、イメージそっちより。まあそうですね、長期保存に効いている、ね、3年程度は持つかなと。そうなんです、ありがとうございます。はい、ここはね、カレーラーメンですよね。絶対カレーラーメンは外せないと思います。ありがとうございます。きたー、まんまカレーって感じです。めちゃめちゃいい匂いします。このネギがいいね。ネギとカレーってあんまり組み合わせとして使わないじゃないですか。ネギでなんか爽やかになるっていうのかな、表現合ってるか分かんないですけど、とりあえずさっぱりする感じ、うまい。キャンプの食材を買いに来たんですけど、めちゃめちゃ吹雪いてますね、これ。こんな広いことになるすごいですね。過去一じゃないか。過去一っすか、この雪は。じゃあ本日よろしくお願いします。ということで、道の駅宇都内港に来ました。もうね、遭難しそう。言ってたね、過去一らしいです。過去一ってすごいよね。では入りましょう。コマチョップちゃん、バイバイ。トップがあるくらいの幅。うわー、いっぱいありますね、やっぱりご当地品が。ホッキカレー、でもこういうとこ来たらね、もうご当地品をもう何個でも買っちゃうんですよね。まあ、とりあえず今日はね、キャンプ料理ネギを買おうと思います。うわー、ニラ、農家さん直送。なんかおすすめのお酒とかってあったりします。これがこの地域の阿比良妻三河のお酒。あー、美味しそうですね。これ去年から出た。あ、そうなんですか。まだデビューして1年経ってない。あ、いいですね、はい、これを今日のキャンプで飲もうと思います。日本酒と合いそうですね。ワインとも合いそうですね、はい、これは。あ、じゃあまさに珍しい。ホッキー、はい、これ買います。アルテン側は全然雪ないですね。まもなく着くんですけど、宇都内港側がすごい吹雪でしたね。はい、いらっしゃいませ。あ、お疲れ様です、ドートラです。はい、ありがとうございます。今まだ3時なんで、これからちょっと焚き火料理でもしようかなと思います。あ、今日はね、ロッチも撮ってるんですよね。なので夜はロッチで寝ようかな。いや、めちゃめちゃあったけ。もうこのままね、飲みたい。ビール飲もうかな。
乾杯。あ、そうだ、これ分かる人は分かると思う。これどこの薪でしょう。正解はね、ふもとっぱら、ふもとっぱらのさ、あの入れ放題の薪、これ薪ボックスの下の方に置いてありました。残しとこう、記念に。これと、あ、つまみもあるんだ、そういえば。これ見て、ホッキ買ってきました、特大でけえ。マジででかくないですかこれ。さばけるかどうかわかんないですけど、とりあえずやってみます。よし、はい、で切る。うわー、うまそう。貝柱、完璧だね。もう塩でいこう。この赤くなってるやつ本当にうまい。あー、たまらん。絶対塩のみ。磯の香りっていうのは、なんでこんな美味しいんだろう。苫小牧さん地ビール、よし。黒、乾杯。え、これ違うぞ。ご当地品のビールってフルーティーだよねって言おうと思ったんだけど、コク、ほん、苦味が来る。フルーティーなのに苦味が来る最後。それがホッキなのかな。だんだん寒くなってきたね。ではちゃちゃっと、もっと美味しいの作っちゃおうか。もうバターをね、こうやって絡ませて。いや、バターの香りがいいね。はい、完成しました。ホッキとアスパラのバター炒めです。ホッキもね、塩と胡椒で仕上げました。絶対うまい。これはね、ビールに合うんじゃないかな、ホッキビールに。よし、ではもうこのまま豪快にいただきましょう。うん、アスパラとネギとホッキの歯ごたえが全部違う。喧嘩しない、うん、猫も食べたくなるいい匂いらしい。てかでけえな、ここの猫全部。サムネ猫映ってんの分かります？奇跡的に猫映った。はい、だいぶ暗くなったんですけど、今のさっきのキャンプサイトからだいたい歩いて5分ぐらいのところに、今日泊まるところですね、デッキハウス2というところ。まだねテントはあっちに張りっぱなしなんですけど、ちょっと中を見ていきます。でここ玄関入って、こんな感じでめちゃめちゃ広いです。ここお手洗いね、お風呂もあったりとか。まあね、今回の目的はワーケーションということで、ここでお仕事をちょっとしてます。動画の保存ぐらいですけど今日は。 あと配信もしたか。テレビと、これめっちゃあったかいストーブ、冬でも安心。まあ、キッチン、ベッドが2つって感じです。とりあえずもう今日は疲れたんで、さっき残したキャンプ料理、これをチビチビ食べて飲んで今日は寝ます。2日目も楽しかったです。ではおやすみ。
はい、ということでおはようございます。3日目の朝です。今6時なんですけど、これからテントサイトに行ってテントの撤収と、あと車に全部荷物乗せてチェックアウトの準備をしてきます。今の時刻が8時ですね。ということで皆さん、レッドイーグルス北海道って知ってますか？苫小牧市で活躍するアイスホッケーチームなんですけど、その練習風景をなんと見せていただけるということなんで、これから見てこようかなと思います。やっぱりね、こうやってチェックアウトしてからもどっかね、道の駅に寄ったりとか、近隣の名物を食べたりとか、そういったことも楽しいですよね。これですね、アリーナ。うわー、なんかめちゃくちゃワクワクする。練習風景なんて見れるんだ、すごいね。スケート上手いのは当たり前ですけど、なんか迫力がすごい。選手一人一人がかっこよくて、意識も高い、モチベーションも高いのが感じられて、一瞬でファンになりましたね。いい経験ありがとうございます。これキャンプ中に出てきたら本当に大変なことになります。ツキノワグマだったら真横に出たことあるんですけど、ヒグマはちょっとないです。あ、これはね、もう北海道走ってたらもうよく見るシカ。めっちゃ出てくる、いつものやつですよね。いつものやつです。あ、これもね、いつものキツネ。もうカバンね、多分3個ぐらいキツネにやられてますけど、可愛いですよね、キタキツネ。かけす罠。お、罠ですね。ここら辺になってくるとガチなサバイバル。あ、矢の毒を入れる。なるほど、調合して でかすぎん、これさすがに。すごいな。いや、こうやって見るとすごいですね、この時代の方々は。今山でキャンプしてるって言ってるけど、文明の利器使いすぎですからね、僕ね。めちゃくちゃ欲しいこれ。これトライポッドに吊るしてキャンプしたらめちゃめちゃ味出ます。はい、ということで2泊3日のキャンプ、見ていただいた通りね、全身で楽しみました。いつもお見せできなかったキャンプの1日、特に旅中はこんな感じでいつも過ごしています。そして今回のテーマでもあったワーケーションですね。アルテンさん、大規模な Wi-Fi の設置、さすがです。北海道のね、キャンプを牽引する施設なんで、先を進んでるなと感じました。とにかくね、苫小牧最高。これからもね、キャンプを中心に幅広い視野を持って人生楽しんでいこうかなと思います。で、プレゼント企画の内容ですが、今回は抽選で10名様の方へ苫小牧市さんと僕で用意したものが当たります。僕からはおきびステッカー大または小サイズ、どっちかですね。苫小牧市さんからはなんと動画内でも散々話題になっていたホッキカレー2人分とトマチョップのグッズです。詳細は説明欄に書いてるんですけど、専用のフォーム用意してるんで、そこから申し込みお願いします。最後にはなりますが、今回ね、撮影に協力していただいた皆様と、ご視聴していただいた視聴者の方々、本当にありがとうございます。皆さんのね、キャンプの楽しみ方、ぜひコメントで待ってます。それではまた北海道キャンプで会いましょう。じゃあね。